阪神七千一点七一零一系電車は、阪神電気鉄道が九百七十年に導入した優等列車用の電車である。郊外電車では、日本初の営業用電気市直波制御車であり、阪神で初の冷房装置を装備した。後に全車が、抵抗制御の七7 8 0 1七九零一系三次車と、共に、1990年から1993年に、 かけて6両固定編成か、制御機の境自転カレージ制御への感想といった改造を受けて2000系へ改版された。本校では解説の便宜上、梅田方先頭車の車両番号 F を編成名として記述する。電車の速度制御方式は、その登場以来長らく抵抗制御が主流であった。 抵抗制御は抵抗器の抵抗値を加減することで、主電動機に流す電流を変化させる方式であるが、抵抗器からの放熱と電力損失が発生し、接点の保守が必要な欠点があった。1960年代に開発された電気子直波制御は、抵抗器が不要で回生ブレーキが使用でき、接点がなく、保守も容易な利点があった。電気子直波制御の研究は、 帝都高速度交通営団が先行しており、1969年には6000系一時試作車が登場した。当時は高度経済成長期にあたり、3C の一つとして冷房も社会に普及した。鉄道車両においても優等列車用の車両に続き、通勤用車両にも1968年に、京王帝都電鉄初代5000系が、初の通勤冷房車として登場。 1969年には、関西鉄道事業者では、初の通勤冷房車として、京阪電気鉄道の2400系が登場した。阪神においても、普通用車両への無接点制御装置の導入に、続いて、急行用車両に、電気子直波制御の導入で、保守の軽減を図ると同時に、六甲の涼しさを車内にをキャッチフレーズに、冷房負の新車を登場させることとなった。 電気子直波制御の新生冷房車7001型は1970年から1973年にかけて向川車両工業で36両が製造された。直波制御装置は回生ブレーキのない立候専用であるが日本初の営業用直波制御車の登場となった。回生ブレーキ付きの電気子直波車の営業運転開始は 翌1971年の A 断地下鉄6000系が最初である。立候専用の電気子直波装置は1971年からの3601、K7601 系の冷房改造の際にも採用された。半身で回生ブレーキ付きの電気子直波制御がはず、採用されたのは1980年に改造された普通系の5151系。 5311系である。1970年から1971年に製造された7101から7千一1から7千二2から7111から7011から7012までの制御車、電動車。電動車の3連6本18両は、神戸型に抵抗制御の7801.7901、計算自社の2連6本12両を連結し、 3両プラス2両の5両編成を蘇生した。その後の6両編成運転の開始により、1972年には4両固定編成の3編成12両を増備するとともに、3両固定編成で登場した6編成に増結する TC2 社も6両製造された。各社の竣工日は以下の通り。車体は先に製造された7801系新製。 冷房車と同一で、車体裾部に丸みがあり、前面は半身標準の埋め込み貫通ホロを装着した三面折りつまの三枚窓である。7801系二次車に準じた両開き扉であるが、冷房装置搭載のため屋根は高く、幕板も広くなった。そのため後年追加された側面行き先表示器は完全に外反内に収まっている。 側窓は当初製造された3連グループは組み立て式の窓であったが、7113回以降の4連グループでは、ユニットサッシを採用した。3両編成に増結した神戸向き TC 車では、窓は編成内で揃えるために、従来の組み立て式に戻っている。内装は、当時の阪神の他形式と同一で、座席はロングシートであり、化粧板は緑色の格子柄であった。 このほか、三連グループの M 車は、登場当初、神戸寄りに簡易運転台を装備していた。本形式で採用された、車体構造は、改良を加えられつつ3 8 0 1系、以降、8 0 0 0タイプ I までの急行、普通軽車両に継承された。台車は7 8 0 1系以来の、住友金属工業製造の、ペデスタル式コイルバネ台車である。 FS-341 及び FS-341T を装着したが、台車枠はメーカーの都合から従来の中高性から溶接組み立ての後半プレス製に変更された。パンタグラフは半身初採用の下枠交差式パンタグラフを M1 車に2機搭載した。従来のひし形よりも屋根状の専有面積が小さく、冷房車に好都合とされた。 冷房装置は、三菱電機の分散式マウ -13H で、戦闘車及びパンタグラフのない M2 車に7機、パンタグラフのある M1 車には6機搭載した。この冷房装置は、日本国有鉄道正式の AU-13 に類似したものであった。制御装置は、電気子直波制御の三菱電機製 CFM-118 から 15H で、 8個の主電動機を a 久4個直列の並列2回路で制御する MM ユニット方式である。当時の直波装置では回生ブレーキの効果が十分でなく、保守省力化とコストダウンを主眼として、立候専用の制御装置が採用された。主電動機は、低角出力1 1 0ットの直巻電動機で、東洋電気製造製 TDK-814A、a TDK-814-2A の4機搭載した。ブレーキは HSC 電磁直通ブレーキで、回生ブレーキや発電ブレーキは装備していない。半神の急行傾車用はブレーキの頻度が低いことから7801型と同じく電気ブレーキを省略した。補助電源は出力79馬の CLG-346 系電動発電機を 空気圧縮機は DH-25D を搭載する。本形式の第一編成である7101から7001から7002の3連は1970年5月27日に、竣工、4月に登場していた7801系三次社の7940から7840を神戸型に連結して、 7101から7001から7002、7940から7840の5連で試運転を行い、同年7月より冷房車としての営業運転を開始した。阪神と並行する阪急では、神戸線用に阪急発の冷房車として5200系が登場し、国鉄では東海道、山陽本線の快速電車用に113系の 試作冷房車が投入された。阪神では、翌1971年以降に7861型を皮切りとして急行系車両の冷房化を推進し、7001型は後に登場した3801、系ともドも1970年代から1980年代前半にかけての阪神の代表者として広く知られるようになった。この頃になると、 特急運用の6連化が進行したことから、1972年に登場した7113回以降からは、当初から4連で製造されたほか、3連グループも神戸寄りに偶数向きの TC 車を組み込んで4連化を行い、M2 車の簡易運転台を撤去した。並結相手も7 8 0 1系3次車だけでなく、 冷房改造済みの7861型や7801系一次車も加わり、1976年以降は、最後に冷房改造された7801系二次車も加わって、大阪型、神戸方のどちらかの車両の屋根高さが異なるデコボコ編成を組んだ。1976年に、列車無線を誘導無線から VHF に切り替え、 1983年には全面及び側面に行き先表示器を設置する改造を行った。改造後の2000系2 2 1 6 7 1 7 1 0 1系の前車と7801.7901系の新生冷房車は1990年から1993年にかけての更新工事により新形式の2000系に改造された。 編成は3両ユニット2本の6両固定編成となり制御装置は直巻電動機で回生ブレーキが使用可能な境時点カレージ制御に換装されている。この改造に伴う改版により7001.7101型は形式消滅した。改造された2000系も2011年までに全車が廃車となっている。1970年の登場時以降の編成。 5両編成の大阪型3両が7001.7001系、神戸型2両が7801.7901系の申請冷房車。1989年9月20日時点での編成。7011編成までは、神戸放線当社の申請で4連化。7013編成以降は、当初より4両編成で申請。ABC。 私鉄の車両21阪神電気鉄道24ページ。AB 川淵の利彦、阪神赤道車の系譜、鉄道ピクトリアル2020年10月号、P16。AB、私鉄の車両21阪神電気鉄道132ページ。日本の電車物語新性能電車編110ページ。ABCD 編集部、3501.3301。 k 2 0 0 0阪神赤道車の系譜、鉄道ピクトリアル2020年10月号、P55、AB、日本の私鉄の阪神49ページ。川淵の利彦、阪神の歴史を飾った車両たち、鉄道ピクトリアル2017年12月、臨時増刊号、144ページ。吉川文夫、騒乱日本のちょっぱ制御電車。 鉄道ピクトリアル1999年3月号53ページ。阪神電車鉄道同好会、私鉄車両巡り阪神電気鉄道、鉄道ピクトリアル1997年7月、臨時増刊号、183ページ。ABCDEFGH 川淵則彦、阪神の歴史を飾った車両たち、鉄道ピクトリアル2017年12月、臨時増刊号。 145ページ。日本の私鉄の阪神48ページ。私鉄の車両21阪神電気鉄道158ページ。ABC レールロード、サイドビュー阪神35ページ。阪神電車鉄道同好会、私鉄車両巡り阪神電気鉄道、鉄道ピクトリアル1997年7月、臨時増刊号、186ページ。ABC レールロード、 サイドビュー半身34ページ。吉川文夫、騒乱日本のちょっぱ制御電車、鉄道ピクトリアル1999年3月号、59ページ。AB、日本の電車物語新性能電車編111ページ。日本の電車物語新性能電車編108ページ。同時に、851型などの急行系小型車を、 取り替えるときに大量製造した7801系一時車及び3521系7861系初期グループのアコモデーションのレベルが他社の同時期の新車だけでなく自社の車両に対しても低かったことから冷房化と同時に接客レベルの向上を図る必要があった千八百一系三時車もこれらの形式のほか七千六百一とも結して 凹凸編成を組んでいる。AB 阪神電車鉄道同好会、私鉄車両巡り阪神電気鉄道、鉄道ピクトリアル1997年7月、臨時増刊号、187ページ。岡田久夫、阪神電車 JTB パブリッシング、2013年、169ページ。塩田、初夏は、日本の私鉄の阪神143ページ。ありがとうございます。